最近2つの単独の世論調査結果によるとトランプ大統領有権者の8割は今年の選挙結果が盗まれたと答えました4分の3近くはトランプ氏が合法的な勝者で3分の2はトランプ大統領が敗北を譲歩してはならないと考えていますこの2つの世論調査はそれぞれサハメディアポリティコと CNBC で行われました トランプ有権者の79%は、今年の総選挙は不法投票と、投票用詞詐欺によって盗まれたものであり、現在の選挙結果は無効だと考えています。バイデン有権者の12%も、同様の認識を持っています。トランプ有権者の62%が、現在の選挙結果を受け入れられないと考えており、バイデン有権者の3%が、同じ認識を持っています。 共和党員の63%がトランプ大統領が最高裁判所で選挙結果を争うべきだと考えていますトランプ有権者の83%がメディアを国民の敵と考えていますがバイデン有権者の28%も同じことを言っていますトランプ有権者の61%はアメリカの総選挙で選挙人団制度を 維持すべきだと考えておりバイデン有権者の59%は普通選挙に変えるべきだと考えています民主党員の47%が過去4年間で民主党が極端になりすぎたと考えており共和党員の72%も同じように考えています CNBC とチェンジリサーチの合同世論調査ではトランプ有権者の73%が トランプ大統領が正当な勝者だと考えており24%がよくわからない3%がバイデン氏を受け入れられると答えましたトランプ有権者の66%はトランプ大統領が 敗北を譲歩してはならないと考えており31%は各州が最終的に結果を認定するまで法廷で訴訟を起こすことを望んでおり3%は平和的な権力をバイデン氏に譲渡し始めることができると考えていますトランプ有権者の81%がバイデン氏に大統領になる機会を与えないと表明したのに対し19%は与えられると答えました 上記の2つの異なる世論調査の結果はいずれもトランプ有権者の大多数がトランプ大統領が今年の選挙の真の合法的な勝者であると考えていますトランプ大統領が法律を通じて選挙の公正さを取り戻すことを支持していることを示しています